はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語時刻を尋ねる丸一をお送りします。で、今回はポイント含めて全部で9問ありますので、一回ね、動画止めていただいて、ここでチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部答え書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、うんって思う方もいるかもしれないです。これね、再撮影してて、実はアップしたものをさっき消して、今撮り直しをしております。で、ある一箇所を自分が間違えたんです。解説を。てか書き間違ったっていうか、普通に間違った。で、それを何を間違ったかはその場所にね、行ったら話すんですが、まずね、ご指摘いただいた皆さんありがとうございました。本当に申し訳ない。じゃあ行きましょう。で、まず今回のポイントはもうこれです。何時っていう時間を聞きたいとき、何時ですかって、そういうのを聞きたいときには、ある単語を使います。で、その単語を文のある場所で使うんですけど、まずそこから覚えてください。まあ、単語っていうか、二つ単語ね、セットなんですけど、これです。What time です。What time。What って何っていう意味でしたよね。What が何です。で、time は時間なんだよね。で、まあ、漢字で当てはめると分かりやすくって、何？時間の字？だから何時？ What time？ みたいな感じ。これはね、塊で覚えてください。時間を聞きたかったら What time です。使うものは。で、それを文の基本的には最初で使うと覚えておいてください。もちろんいろんな文が出てくるのでね、そうじゃない時も出てきますけど、いろんな条件が重なってね。でも What time は文の最初に使うって覚えちゃってください。この時点ではね。で、まず3番。一番オーソドックスな何時ですかっていう聞き方。で、今やったように、もう何時って聞きたかったら、もう最初 what time なわけですよ。ちょうど2個空いてるじゃないですか。じゃあ入れちゃおうぜ。つって、入れましょう。最初の大文字忘れないようにね。what time。で、全部読むと what time is it です。最初 what から始まってるんで疑問文ですけど、最後は下げて読んでください。what time is it じゃなくて what time is it です。で、これでもう正解です。何時ですかっていう。で、実は、ここのがね、まあ、中学1年生今勉強してて、この部分やってたら、テスト範囲とかに入ってたら、もうこれをね、塊で覚えてしまってもいいよっていうぐらいに塊で覚えてほしい。What time is it? を。そう。でも、自分は今回 What time をね、まずこの塊で覚えてっていうのをポイントにしました。で、その理由はですね、今、この段階で、もちろん、みんなが使ってる教科書によっては違うかもしれないですけど、今は B 動詞を勉強してますよね。で、B 動詞を使ったこのね、時間の聞き方は何時ですかとか、あとは今何時ですかとか、場所をくっつけてロンドン何時ですかみたいな、こういう聞き方ができるんですけど、これから B 動詞ではなくって、一般動詞っていう動詞のもう一種類を勉強していきます。で、その一般動詞を使った時も時間が聞けるんです。例えば、あなたは何時にサッカーしますかみたいな感じ。で、その時にも何時って聞きたいから、what time を使うんです。使うんですけど、What time is it? これは使えません。What time は使うんですけどね。だから基本的には何時って、その時間を尋ねたいとき、聞きたいときは What time を使うんだっていうふうに覚えててほしい。ただ、テスト範囲にね、何時ですかってこういうのが入ってるんだったら、もうこれは塊で覚えちゃってもいいよっていう感覚で、解釈してもらえると嬉しいです。で、じゃあ質問に答えていきましょう。何時ですかって聞かれたんで、7時ですと答えます。時間の答え方、最初。it's から始めてください。it's です。まあもちろん it is と書いてもいいんですけど、ちょっと短縮形でいきます。it's。で、その後に7時、7ですよね。そしたら数字の7を書きます。数字の7は7です。セブンイレブンの7ね。7。で、書いて、その後ろにあるものをつけます。を書いて、こう空中で浮いてるあのカンバ、アポストロフィーですね。書いて、これ、o'clock と言います。o'clock。it's 7 o'clock。これで7時ですっていう答えになります。で、この o'clock に関してはちょっと6番まで終わったらもう一回説明するので、ちょっとね、この今はこの状態で流させてください。じゃあ次行くよ。次、今何時ですかっていう、さっきと似てるんですけど、今が入ってるんです。で、個人的には、こっち暗記するんだったらこっち暗記してほしい。そう。じゃあ最初からそっち言えよって話なんだけどね。
で、まず、何時ですかって入ってるから、まあ何時もあるからね、最初は what time。あ、むしろもう何時ですかって書いてあったら what time is it。まだセットでも構わない。で、あと抜けてるのが今なんですよね。今っていうのは、文の最後にこれ、now です。まあ、何々 now とか日本語でね、まあ書く子もいると思いますけど、その now です。今って意味があります。これ、今。で、文の最後で使います。基本的には。で、what time is it now? っていうと、今何時ですか?っていう質問になる。で、なんでこっちを優先で覚えてほしいかっていうと、こっちを覚えておけばさ、もしテストの時に今がない、ただの何時ですかだったら、じゃあ now 取ればいいや。what time is it? っていけるじゃないですか。こっちだけ覚えておくと、今が入ってた時、え、今って何?ってなっちゃうと困っちゃうから、こっち優先の方がいいかなと個人的には思います。いいかな?じゃあ答えましょう。6時30分です。まず時刻を答えたいので、最初は it's です。it's。で、次が6時30分。さっき7って、7時ね。7っていう数字だったから7が来たんですけど、数字が2個あります。6と30。そしたら、6時30分、2個出てきた数字をそのまま書きます。6書いて30書けばいいの。で、まず6。6です。6。で、30は30と言います。30。これで30と言うんですけど、いいかな。だから、it's 6:30 って言うと6時30分ですと。これで OK。聞いておこうか。こっちが6ね、6ね。で、30。こっちが30。で、ここで、んと思うかもしれないです。あれと。オクロックはねえのかと。ね、ないんですよね、こっち。で、実はですね、このオクロックは、7時ぴったりとか5時ぴったりとかっていう時につけてください。6時30分みたいな、何分がある時はつかないんです。だから、例えば6時10分とかでもつきません、オクロックは。でも、5時ですって言いたかったら、it's 5 o'clock。5ね。っていう風に、何時ぴったりの時だけにオクロックがつきますので、そこで気をつけてください。では、ちょっとね、応用形行きましょう。ロンドンは何時ですかと聞きます。で、まあ、何時ですかって聞きたいので、まあ、時間聞いてるからね、最初が what time です。もう何時って聞いてるからもっと言っちゃいましょう。what time is it までセットです。ここまで。で、問題が、あと、今何時ですか終わったから。まあ、ロンドンはですよね。で、最後にロンドン入ってるので、ロンドン切りますと。あれ、何も残ってねって感じがするんですけど、ロンドンみたいな場所ありますよね。場所。ロンドンってまあ地名なんですけど、そう、まあ国名か。国名じゃない、ごめん。地名だわ。都市名だね。その前には、in がつきます。in。だから、what time is it in London? ってすることで、ロンドンは何時ですかっていう言い方ができます。まあ日本と時差があるんでね、時間がちょっとずれるからさ。だから今日本は例えば朝の9時なんだけど、ロンドンって今何時みたいな聞きたいとき。まあそういうのに使います。ロンドンは何時ですかと。まあ覚えてほしいのはその地名。都市名の前には in をつけてください。で、これ答え方も応用です。何が違うかっていうと、こいつが入ります。午前。いいかな。ただ、午前に関しては文の最後にくっつくので、まず5時ですと答えます。5時です。で、時刻の答え方はしつこいんですけど、最初は it's です。it's。で、5時だから、数字の5、5を書いて、5時ぴったりなんで、o'clock を書きます。o'clock。だから、it's 5 o'clock。これだけだったら、ただの5時ですって答えてます。でも、ちゃんと午前っていうのをつけたかったら、後ろに、in、the morning, in the morning. これをつけることで午前がくっつきます。だから、it's 5 o'clock in the morning. ってなると、午前5時ですという答え方ができますので、ぜひこれも覚えておいてください。で、最後はせっかくなんでね、午前出てきてるから、午後もやっておこうと。いうことで、まあ質問はないんですけどね、答えてると思って聞きましょう。まず時刻答えるので、it's です。it's。で、4時45分。さっきと同じですね。ここと同じように数字が2個出てきてるので、4と45を書きます。で、まず4が、4ですね。こっち、4。で、次ですよ。なんでこの動画撮り直してるかって言って、ここ間違ったんですよね。
そう。自分しかも板書ノートにはちゃんと書けてるのに動画で間違うってやらかしたんですけど、45っていうのは、40が40なんですよ。さっき30、30でしたよね。45っていうのは40と5って分けて言うので、40、40、5が5。だから、45と言います。45は。で、その40が、こうです。40。で、くっつけるときにね、こういう、ちょっとね、ハイフンみたいなの書いて、5、45と書きます。で、前回の配置に何で間違ったかっていうと、まあ、4さっき言ったようにこれ4ですよね。それに、こう t、まあ4、なんとか t って ty がつくことが多いんですけど、こう書きました。はい。そんなね、力強く言っていいとこじゃないんですけど、しかも板書ノートに、まあ見せりやすいんですよ。結構40これで見せりやすいんで、だからわざと並べてるから、これと間違いやすいから気をつけてねって言えよって書いてあったのに自分が間違うっていうね。ほんとみんな気をつけて。はい、自分みたいなミスしないようにね。40はこうです。いいかな ?45。これで、it's 4:45。4時45分ということができます。で、最後にその午後です。午後は、午前が in the morning。午後は、書き方だったら in the まで一緒。で、後ろが、アフタヌーンと言います。アフタヌーン。で、これ the って発音なんですけど、the の次がね、母音のあになってるので、ぜって発音します。ちょっと発音変わるんですよ。in the afternoon っていう感じ。まあ、書く上だったらね、問題ないんですけど、この in the afternoon をくっつけることで午後になりますんで、it's 4:45 in the afternoon といえば、午後4時45分ですという意味になりますので、ぜひね、この辺も覚えておいてください。で、まあ、教科書によってとか、みんなのね、学校の先生によっては、この in the morning とか、in the afternoon やらない先生もいます。まあ、教科書に載ってないパターンもあるので、だから、あれ、俺のところとかね、私のところないなと思ったら、無理に覚えなくても構わないんですけど、まあ、ひとまずね、出てくることもありますので、ここまでね、確認してもらえたらと思います。いいかな?で、まあ、他の数字ですね。今回まあ、7とか6とかに使いましたけど、数字がわからないと、ここは答えられないです。特にこの5とか書けなくなっちゃうとね。で、まあ、1、2、3、まあ、2、3、4、5とか、あと3か、結構出てきやすいのは、まあ、3時の3ですね。結構ミスりやすい。あと8。書けない子が多いですね。9とか10で書きやすいんですよね。だから割と出てこないイメージがあります。そう。あとは、まあ、30と45も割と出てきやすい。30と45も出てきやすいイメージがありますんで、まあ、そこも押さえてほしいっていうところと、あとは学校の先生が対策プリントとかね、出してくれたりとか、授業中にやたらこの数字使うな、みたいな。先生、20超使う、20なんだけど、20使うなとかってあったら、そこちょっと気をつけて、重点的に覚えておくといいかもしれないです。いいかな?では、今回は中学1年生の英語、時刻を尋ねる丸1をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。